こんにちは、カウンセラーの山本由美です。今日は結婚式の悩みなんか考えてる余裕があるんだったらレス解消した方がいいよという話をしようと思います。そうですね、なんか結婚式にこだわるじゃん、女の子って。でさ、ドレスが着たいとかさ、なんか今コロナだからきっと来てくれなくてとか延期になっちゃってとか、そんなもんどうでもいいからね、はっきり言って。長い人生において結婚式なんて3回ぐらいやろうと思えばできるし、お金さえあればドカーンともっと大きいのやりたいとか思えば、来てほしいとか思えば、そのいくらでも誰でも来てくれると思うし、失敗ってないんですよ、結婚式に。っていうのはもう一回やればいいじゃんみたいな、楽しくもう一回パーティーしたいとかね、ドカーンみたいなね、一生に一回しかできないと思うから。でなおかつ言わせていただければ、結婚式しなくても写真撮れるし、ドレス買えるし、ドレス借りれるし、なんか結婚式みたいな雰囲気の写真撮ってお友達に自慢したいとかだったらできる。結局ね、結婚してる私、結婚式をした私っていう見た目にとらわれすぎてるんじゃないかなと思います。なんかみんな結婚してるしとか、なんか焦るっていうので、焦ることをやることって一番焦る小事件はなんとかだけど、必要ないもんなんですよ。なんか結婚式の時にとか、結婚した時にとか、結婚、うちなんか結婚式ボイコットですからね、全員。結婚式に、その姑がどうのこうのとか、上司がどうのこうのとか、本当にあんたなたの幸せには何の関係もないから。なんかね、そのね、結婚式シンドロームみたいに騙されてるっていうか、子供を産む時期っていうのはやはり、卵子のねあれがあるから、やっぱり卵子って凍結した方がいいんじゃないかとか、それは本当にあることだと思うんですよ。だからレスの問題って実際ずっと続くよ。なんかみんなさ、結婚すればどうにかなるとかさ、愛されてるからだ、なんか愛されてるかもしれないしとかさ、なんかそれって大丈夫って本当に思う。レスってずっと続くんだよ。結婚式はその時だけじゃん。で、結婚した後にさ、いわゆるそのどういう風にプロポーズされたとか、どういう風に結婚されたってさ、でもさ、日々の生活にはあんまり関係ないっていうか、もちろんそういうのをさ、家中には、なんか、張り散らかしてるさ、女性もいるじゃん。たまに言えるけど、私も、うわ、この人すごいな、みたいな。まあ、それだけ幸せだったんだなってことで、まあ、なんか、いいけど、あんまりね、本当に結婚式の写真とかって、作ろうと思えば意外に私が今回やっても作れるんですよ。だから作りたくやから撮りゃいいじゃんみたいな、自分でうわ綺麗素敵みたいな世界をさ、自分でさ、結婚式じゃなくてもドレス着て作ればさ、結構満足するよ。みんなに綺麗綺麗って言われて、だって大体旦那さんのかっこいい、旦那さんがかっこいい人とかってすいません、わかんないけど、基本自分が見てほしいでしょ。旦那かっこいいって言われるより自分がかわいいって言われた方がいい。そうじゃないの。なんかね、そこら辺も皆さんなんかその、だから結婚するにあたってレース絶対ダメよ。みんな大丈夫？なんか付き合っててレースでどうにかなるかなとかね。なんか付き合っててレースでも彼は子供欲しいって言ってんですけどって、やんなかったらできないからね。もうマジでやんなかったらできないよ。それが不妊治療。だからね。なんかそこの、甘さというか、だからその結婚式に悩まないで、レスに悩んでほしい。本当に。これは内容のあることだから。誰が来るとかさ、なんか何人呼ぶとかさ、そんなのどうでもいいのよ。どんな服着るとか。そんなの。で、もう一回着たければ着ればいいし。で、やり返しがつくものはね、結婚式、やり直しできるもん。私だってまたやりたいとかやったらさ、ガーデンとか借りしてさ、やればいいわけでしょ？ホテルとか借りて。別に私全然興味ないんで、やらないと思うけど、なんか、普通の洋服買うわ、そしたらと思うね。でも、そういうのが好きな人はさ、借りたりとかもできるし、全然できるんだよ、結婚式なんて。10年後とかにも。5年後とかでも。なのに、そうやって勝手に、一生に一度のことだしにしてるのはあなたみたいな。一緒に300回ぐらいやっちゃってもいいよ。なんか、
じゃなくて中身なの、本当に。内容、あなたとパートナーの関係なので、そこでやっぱりセクシャリティの部分で問題があるっていうのはかなり本質的な問題があるということなの。なんか私たち気が合うからとか言うけど、セクシャリティで気が合わなかったら、うんうん、あのね、私は旦那さんとやっぱり問題があったので言わせていただくと、許せる範囲、許容範囲が狭くなるの。私すごい夫に対して厳しいもんだって、やっぱりなんかそのセクシャリティがあればちょっとは許せるみたいな、まあ、セクシー気持ちいいもんさせてもらってるからまあいっかみたいになるんですよ。もうなんかで、どんなに好きな男性でもその食べさせて、なんかその欲望を満足させてくれなかったらまあいっかってならないのね。申し訳ないけど、でそれはオーガズムとかの問題ではないっていうのは毎回言ってるんだけれども、うーん、やっぱり自分 のそのままの姿を見てもらいたいとか、そういうものにあの綺麗だと思ってほしいみたいなフェチだとは思うのね。ただしそのフェチを満足させてくれる人かフェチを満足させてくれない人かって言ったら、フェチを満足させてくれる人の方がうまくいくよね、うん、と思います。なんかで、そのことに対しての欲望に対して二の次三の次じゃないけど、まあまあいいかなみたいな、どうにかなるかなって自分でも思ってきてるから、2番目3番目にしてなって、で子供を産むになった時に、なんか不妊治療しないで産みたいんだけどどうすればいいんだろうって、もう遅いよそれ、もう結婚する時からそうだったんでしょうとかなっちゃうわけじゃないですか。私とかもそう、私もそう、あと結婚する子供を産みたい時だけセックスしたとね。だからなんかあの、結婚式じゃないですよ、注目点というかやるべきところって結婚式じゃないので、結婚する際にあたって一番どうでもいいことって結婚式だと思った方がいい。指輪とかなもん自分でいくらでも買えんじゃんみたいなさ、ティファニーの指輪買ってもらっちゃったとかさ、なんなのそれみたいな言わせていただくと、ドアホいや、セックスじゃなかったらいいよ。それもあってセックスもあんならいいよ。うん。そう。なんだっけ、あと。うん。ね。カルティエのとか、まあ、あるよね。そういうの。何もいないから。食べれないし。欲を満たせないわよ。あなた。そんな指輪じゃ。子供できないし。まあ、だから人生を複雑にする理由でもあるし、それはまあある意味複雑になるっていうことは娯楽が増えることだからまあいいんだけど、人生の苦しみは娯楽ですからね。ただし本当バカだなと思う。だからでもね、結構だから逆に言えばそういう結婚式とかにこだわりが強い人、うん、あとさ、やっぱさ、申し訳ないんだけど一緒に一回しかできないと思っているから、なんかそのコストですごいパフォーマンスを出したいみたいなのがすごいあるんだと思うの。たった一日のことだしとか、うん、でも不妊治療の方がお金かかるし、女性が嫌な思いするし、ぶっちゃけ離婚はもっとお金かかるから、浮気とかもねあるしね、セックスレスでお互いが性的欲を満たせなかったらやっぱ外注するだろうし、そういう意味で結婚っていうそのステータスに憧れるのはもうそろそろみんなやめようよっていう話。それはね、結婚してない人がね結婚したいって思うことはすごいいいことなんだけど、一つじゃないし、それだけじゃないし、憧れないっていうのは焦らないっていうことでもあるかなと思いますね。しくだらないこと、だからその楽しんでその結婚式やるとかはいいんだけど、くだらないことで悩まないっていう、本気でだから向き合った方がいいことはレッスンとか自分のそのインナージャルとかで
それ向き合わない限りは、あんた何百万とか何千万の結婚式やっても元の木阿弥じゃない？だって何千万の結婚式やってよ、すごいって言っててレスだったらどうするみたいな話じゃん。子供できないみたいな。でもね、本当に本当に本当に多いからね、うん、そのだから女性はもっと欲深くなっていいし、それは自分でできるっていうことを学ぶべきなのかもしれないですね。誰かが与えてくれなくても大丈夫みたいな。よくほらみんなパートナーがさ、なんかこうそういうものを与えてくれると思うんだけど、絶対与えてくれないよみたいな。もうだからなんかそこをきちんとねしようねという話でした。ということで今日もご視聴ありがとうございます。またね。